皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はこちらベベン Zoom G2-4 の使い方大攻略ということで、まあ、主に初心者の方に向けた使い方動画を、作ってみようかなと思っている次第でございます。まあ、Zoom G2-4 マルチエフェクター、まあ、いろんなエフェクターが入っていてすごい便利なんですけど、やっぱり専門用語多いし結構専門知識必要だったりとかしてですね、初めて触ると結構面食らうというか、なんだこれ、なんこのアルファベットこれなんて読むの、テレクみたいな感じの、なんでこれなんて読むの全然わかんないんだけどみたいな感じで結構面食らってる方結構多いと思うんですよ。まあ、元々入ってるねプリセットをちょこちょこいじってるだけでも全然十分楽しめるんですが、まあ、それぞれのエフェクターの使い方とかいじり方とかを覚えた方が、まあ、自分の理想とする音作りが作れるできるし、なおかつすごい面白くなってくるんですよ。で、これから皆様がどんどんいろんなエフェクターとかいろんなマルチエフェクターとかにチャレンジするときに、ここでそれぞれのパラメータの名前とか役割とか覚えておくと、もうその知識がね、もうほぼほぼ一生使えるので、ちょっと難しいと思うんですけども、この動画で頑張って、一緒にこう勉強していければなと思っておりますので、よろしくお願いします。ちょっと難しいので、メモとか取りながら、ちょっと腰を据えてやっていただけると嬉しいです。飛ばしながらとかやると途中で多分ちんぷんかんぷんになると思うんで、時間がないときはですね、ちょっと今度にしてくださいませ。後日、また次の休みの時に、1時間2時間ぐらいどっしり腰を据えてやるぞと、そのぐらいの気持ちで見ていただけると嬉しいなというところでございます。よろしくお願いします。ではとりあえず今ギターから、このインプットに行って、このアウトプットが今 LINE で、つながって皆様の元にお届けしている状態でございます。皆様の場合はここからそのアンプに行ってると思うんですけども、まあどちらでもいいです。アンプでもいいですし LINE でもいいですし、ヘッドホンでもいいですし、でとりあえず電源をポチッと入れると、そうするとまずはアンプにつないでいるのか、LINE でつないでいるのかを選択する画面が出てきます。もし皆様がね、何かしらの小型アンプとかでも、アンプにつないでいれば、このアンプの方を選択しましょう。で、僕みたいに今、オーディオインターフェース行ってるみたいに LINE でつなげている人は LINE の方を選択します。で、基本的にここのボタンが決定ボタンになるので、今後覚えておいてくださいませ。ここがほぼほぼ決定ボタンです。で、最初こんな画面になっていて、まあ、この左右ボタンで、プリセットを切り替えていろいろ遊んでると思うんですけれども、ちょっと今回はそのプリセットで遊ぶのを卒業して、こちら側300に行ってみましょう。300を押すと、まあおそらく皆様が何もいじってなければ何もエフェクトがかかってない状態です。でここから良ければ一緒に同じ操作をして一通りちょっと練習をしてみていただけたらすごく嬉しい限りでございます。まずおすすめの設定、この決定ボタンを長押ししてください。そうするとメニューが開くので、このねオートセーブ、これオートセーブはここありますね。この1番ボタン2番ボタン3番ボタンがそれぞれ適用になっているので、まあねちょっとどこにそのオートセーブのボタンが来るかちょっとその画面次第なんですけども、とりあえずこのオートセーブをですねポチッと押してオフにしてください。これ最初オンになってます。オフにします。オフを選んで決定ボタンで、もう一回長押しをして覚えておくといいのがですねこれだ、 LCD、 これ、まあ、画面の濃さです。結構その角度が変わるとコントラスト変わったりとかするので、ちょっとここでですねこの上下でコントラストをいじってですね、あの自分の目線から見やすい色使いを調整できるといいのかなって感じがします。でもう一個、これ必ず覚えていただきたいのはこのセーブですね。今からエフェクトをいろいろバーッといじっていくわけなんですけども、いじってる途中でプリセットを切り替えると、つまりこの300番から1番とかにすると今まで作ったものが全部消えちゃいます。消えないために変更したら即時セーブをするオートセーブっていう機能があるんですけども、これさっきオフにしちゃいました。でおすすめとしてはね、オートセーブオフにした方がいいです。なんかいろいろこの細かくいじってですね、ああ元に戻したいという時にですね、ちょっとプリセット切り替えば元に戻るので、ある程度慣れてきたらオートセーブ必要だったらば戻してくださいませ。とりあえずオートセーブオフの方がおすすめです。そんな感じでしょうか。で変更したらセーブをするんで、このセーブのボタン覚えておいてくださいませ。では300番突っ込みまして、この左右で、まあ、どこに何のエフェクターを入れるのかを選んでいきます。一応6個で、もっと言えば7個、ここでそのアウトプットのボリュームペダルとかね、
アウトボードって言い方するんですけども、何かしらのペダルをかましてこうねつなげるともう1個エフェクターが使えるので、まあ厳密に言うと7個なんですけども、とりあえず今回そのペダルは使わないのでこの7個目はすっ飛ばして、全部で6個のエフェクトを入れることができるというような状態です。でこの順番が極めて大事になってくるんですけども、とりあえず一旦この3番にエフェクトを入れてみましょうか。このエフェクト、3が選択されている状態にして、上か下かどっちか、これどっちでもいいです、あんま変わらないです。とりあえずポチッと押してくださいませ。そうすると3番にどのエフェクターを入れますかっていう画面が出てきます。右の方を押せばほらこんな感じでエフェクトを選ぶことができますね。でこれね、分かりづらいんだけども、この縦列でここはコンプレッサー系、ここは、モジュレーションって言い方するのかな、イコライザーとかノイズサプレッサーとかそういうのが入ってます。でこの縦の列は、歪みエフェクター系ですね。でここに関しては空間系、モジュレーション系で、ここに関してはディレイ系で、ここに関してはリバーブ系で、ここに関してはちょっと飛び道具系で、ここに関してはアンプシミュレーターが入ってるっていう、そんな感じです。今までの昔の Zoom G14 とかはですね、こういうふうにこのカテゴライズされてなかったからね、めちゃくちゃ連打しなきゃいけなかったんですけども、これすごい大きな変更点ですね。で、今回、この4番のところにはアンプを入れたいんですけれども、まずこのアンプのカテゴリーを選択します。で、そこから、適当に音を鳴らしながら、この上下でアンプを選んでいってくださいませ。上下をね、バーンと押していくと、どんどんアンプが切り替わっていきます。で、このアンプを切り替えるときのコツとしては、これね、ちょっとね、右手でね、音を鳴らしながら、エフェクトを切り替えていくと、クロートっぽいです。まあ、こんな感じでね、なんか、好きな音ないかな、いい音ないかな、みたいな感じで。まあ、いろんなアンプの音があるわけじゃないですか。まあ、こんな感じでちょっと音鳴らしながら切り替えをしてみてくださいませ。ここは6弦の音をブリッジミートしたりとか、ブリッジミートせずに弾いたりとかして、ちょっと音を確認することがあります。で、これでパーッと聞いてて、なんかこう面白そうな音、いい感じの音を探すわけなんですけれども、とりあえず今回に関しては、この上の方にあるエクスタシー、これを選んでみましょうか。エクスタシーブルー。で、この音いいなと思ったら、この決定ボタンで、この3個目のラックにアンプシミュレーター、つまりアンプの音を入れることができました。でこのアンプを選択している状態でこのつまみを回していくと、それぞれのパラメーターを細かくいじることができます。ベースっていうのはもう平たく言っても低音です。これを上げると低音が上がるし、カットすればスカスカになります。でミッド、これ中域って言い方するんですけどね、初心者の方にとってこれが一番謎ですよね。高音と低音は分かるんだけど、中域って何よと。まあここに関してはね、もう耳で感じるしかないので、ちょっとこの上げたり下げたりしてみてね、自分の耳にどう響くのか、どっちが好きかみたいなね、チョイスしていただけたら幸いです。とりあえずちょっと僕はこのミッドを80ぐらいに上げます。でトレブルも、まあ、高音セーブなんですけども、これはこのままでかな、50で、プレセンス。このプレセンスっていうのはですね、まあイメージとしてはね、めちゃめちゃ高音って思っていただければいいです。一番きらびやかなところ、だからこれを上げれば結構ギラギラするし、下げればちょっとこもる感じがするし、これまあ50でいいか、50にしましょう。50なんで変更点としてはミッドを80にしたってところですね。でこのパラメータが現れているときに、この左右ボタンを押すと、この右側にそのポチっていうね、三角マークなんですけども、これまだパラメータあるよっていう、そういう合図なんですよ。でここでその原因歪み量を設定したりとか、ちょっと音色を変えたりとか、でトータルのボリューム、この VOL はボリュームです。できます。そして原因をちょっと強めに80にしましょうか。うん、この時点でも結構いい音なんじゃないですかね。これで基本の
歪みは設定できました。で前の方、あ、どうしようかな、後ろに行きましょう。4番、ここにディレイを入れていきます。ディレイボタンを押して、間違えた、上下ボタンを押してディレイのカテゴリーですね。アナログディレイが多分ねデフォルトでいると思います。こいつ、こいつをポチッと入れて入れます。でこのディレイっていうのはね、聞いて分かる通りこの山びこ効果です。ジャンって弾いたら跳ね返ってくる。でディレイを設定する時のポイントとしては、右手でこんな感じで全部の弦を見落として、こんな感じでツッて音を鳴らす。そうすると残響音というかそのディレイの音がよく聞こえるじゃないですか。これがとかって弾いちゃうともうディレイの音が全く聞こえないので設定することができないと。なんでディレイの音がよく聞こえるようにしっかり右手で止めて、この音で設定をするようにしましょう。まず、これですね、このモード、これメトロノームモードなんですけれども、これねちょっと使いづらいからね、これ使わない方がいいです。右に回すロングモードか、それともこのねショートモードか、これどっちか、とりあえずショートでいきましょう。でこのタイムっていうのがミリ秒なんですけども、つまりこのマックスどのくらいいけんだろう、そうですね、500ミリやったらばこの山彦が 0.5 秒間隔で、1000ミリ秒で1秒だから 0.5 秒でこのディレイがかかってくると。曲によりけりだから一概にこうとはいないんですけども、まあ大体一般的にそうですね、まあ200から300くらいが一番適切なところかと思います。今回300にしましょうか。300、もうちょっと長い方がいい場合は400とかでも全然大丈夫です。200、300、400、そうですね、300、400かな、300から400の間、350、そうですね、僕350に今回いきます。こんな感じで、ここに関しては、これかリピート、このリピートというのは繰り返しですね。まあこれは本当に名前の通り100マックスするとずっと繰り返してくれる。であんまり繰り返しすぎてもうざったいので、まあ今回20としましょう。で一番右側のミックス、これは音量です。50かな、70、多分ミックス80で自分の実際の音とまず同じ音量をディレイが返してくれるっていう感じになると思います。ただこれミックスを100とかにすると、僕が弾いた音よりも一回ねディレイの方がね大きい音で返っちゃうんですよ。これはねよろしくない。基本的にディレイっていうのはね、そのギターの後ろの方でうっすらいてくれて、この縁の下の力持ち的なことをしてくれるのが一番理想なので、あんまりこう前面に出すぎるとその単純に邪魔くさい、ギターの音邪魔しちゃうんですよ。なので100とか使うときはですね、特殊な使い方、基本的にはそんな上げない、30、こうやってミュートして聞くとディレイが聞こえるけども、普通に弾いてるとディレイが聞こえないぐらいがね一番ちょうどいいです。普通に弾いててディレイが聞こえてきちゃうとちょっとねディレイね盛りすぎ、まああえてそういう風に持っている時もあるんだけども、うっすら聞かせる時はですね、そのぐらいうっすらうっすらちっちゃくちっちゃくいけるといいなって感じがしますね。もうちょっとディレイ乗っけたいよっていう場合でも、そうだな、40、そしてディレイ40にすると結構でかいな。まあ好みです、これは。とりあえず僕は今回30に設定します。これでディレイが、作れました。でその次、ここにリバーブを入れていきます。5番を選択して上下のどっちかを押しましょう。で結構右側です、ここですね、リバーブ、スプリングリバーブっていうのがあります。
上の方から順番に行ってみると、一番上がなんだこれ、パーティクルリバーブ。お、すごい、なんだこれ基本的にディレイはね、3つ3種類覚えていただければいいです。プレートとホールとルーム、順番に見ていってみましょうか。どっかにあると思います。このパーティクルリバーブとかね、ちょっとね、特殊なリバーブです。ゲートリバーブにちょっと特殊、リフレクション、これも特殊。あー、エアリバーブ、これいいな。ちょっとこの空間を演出してくれる、これもいいな。これちょっと使いどころあると思います。そうじゃなくてチャーチ、あ、チャーチもいいですね。本当にこの教会みたいなね、その硬い壁のところでギターを弾いてるようなイメージのリバーブってことです。だ、結構ね、リバーブは深い。で、その次はホールリバーブ。これいわゆるそのピアノの発表会とかにあるような、ああいうホールをイメージしたリバーブってことですね。だ、結構空間が広いような音がすると思います。で、このリバーブの設定をするときもディレイのときと同じような感じで、この音を出してリバーブの音をしっかりモニタリングしていきましょう。で、これはホールリバーブはやっぱり壮大な感じがするし、ルームリバーブっていうその部屋なりのリバーブに関してはこじんまりする感じになります。もちろんその壮大な方がね、すごいめちゃめちゃ豪勢な感じがするんだけども、バンドサウンドとかになってくると豪勢すぎて若干邪魔くさい、かぶってしまう、そんなことになったりとかするので、ルームの方が使いやすいと思います。とりあえず今回はうっすらプレートにしようかな。ホールリバーブプレート、これはね、もう絵の通り、あの板に、金属の板に音をバーンってぶつけて、この得られる残響音をシミュレートしているっていう、そんな感じのリバーブなんですよ。で、聞き慣れないリバーブかもしれないんですけどね、一般的にプレートリバーブむちゃくちゃよく使えます。むちゃくちゃよく使う。なんで今回もちょっとプレートでいきましょう。チョイス、うで、パラメータ、プレディレイ、ディケイ、ミックス、トレイルってあるんですけども、順番にいきましょうか。まずこのプレディレイっていうところなんですけども、これね、ちょっと難しいんですが、上げるとこのリバーブが始まるまで今ちょっと間があるじゃないですか。で、これプレディレイを小さくすると弾いた瞬間にディレイが始まると。これどういうシミュレートをしているのかっていうと、部屋のサイズ感をチョイス調整してるんですよ。音って壁にぶつかると跳ね返ってくるから、例えば体育館とかイメージしていただけたら分かると思うんですけども、体育館の端っこでパンって手を鳴らすと、パンって鳴らした手の音が空気でブーッといって、壁にぶつかってそれが跳ね返ってくるんですよ。で、その跳ね返ってくるまでが、やっぱりその遠ければ遠いほど、つまりその体育館が広ければ広いほど遅いわけなんですよ、跳ね返って帰ってくるのが。けど、体育館の壁がすごいちっちゃかったら、まあ、パンって叩いた瞬間に壁がバーンと近いからさ、跳ね返ってくるのが早いんですよね。そのサイズ感をね、表してます。それがプレイディレイっていうんですけども、これが狭、ちっちゃいと狭い空間を演出してる。で、これがでかいと大きい空間を演出してる、そんな感じになるんです。で、よく分かんないと思うので、とりあえず50ぐらいでいいと思います。で、ディケイ、これは単純に大きさガーッと上げればってなるし、小さければあんまりかかんないし、ちょっとディレイうるさいんで、ちょっとディレイ聞きましょうか。そうですね、このディレイの考え方はいくつかあるんですけども、ちょっと今回じゃあ長めに設定しましょう。長めに、こんな感じで、このミックスっていうところで、まあ、ディレイの、リバーブのボリュームを決めるわけなんですけれども、あんまりこれがでかすぎると、まあ、すごいやかましいと。でもそうじゃなくて、結構うっすら。そうだな、今回10とかにしようかな。15、20、18、18にしましょう。で、このトレイ、テイルは、この残響音のところの、何かを変えてると思うんですけども、ごめんなさい、ちょっとこれ違いが分かんないな。どっちでもいいです。オンオフ。で、ディレイを入れて、実際弾いてみると。
こ弾いてみて、あディレイもうちょっと大きくしようかなとか、リバーブもうちょっとこう狭くしようかなみたいな微調整があるよったら全然いじってみてくださいませ。とりあえずこれでアンプのシミュレート、そしてディレイ、リバーブを入れることができました。結構ここでも結構本格的に使えてるなって感じがしますよね。で、ここだけでも別に十分なんだけども、もうちょっとプラスアルファの使い方も覚えておきましょう。割とこれ今ね、ステップ1です。基本的なラインって感じ。で、ここだけでも結構十分。なので、ちょっとここでお腹いっぱいだなと思ったら、ここでだけでも大丈夫です。お疲れ様でした。まだ余裕がある方はもう一歩踏み込んだ使い方をしてみましょう。1番のところに、あ、いや、1番でいいや。1番。ここのところに、コンプレッサーを入れてみましょう。コンプレッサー。この辺ですね。最初にあるこのコンプレッサーのライン。まあ、コンプレッサーっていうね、そのエフェクト自体がですね、難しいんですよ。すごい奥深くてね、単純に、すごく多種にわたるからさ、なんとも言えないんだけど、ね、とりあえず今回そのラックコンプ、これ使っていきます。これが一番使いやすい気がするので、これを入れていきましょう。で、ちょっと歪んでると分かりづらいんで、これ切ります。で、コンプレッサーはですね、音を圧縮するエフェクトなんですけれども、この圧縮っていう概念が何なのよって感じがしますよね。とりあえずちょっといじってみましょうか。この THRSH、 これスレショルドって読みます。スレショルド、スレショルド、日本語で言うと式位置って言い方するんですけども、式位置、まあ、つまりその入力に対してどのぐらいのラインで圧縮するかっていうのを決めます。式位置、これを100とかに設定すると、50に設定すると、まあ、すぐに圧縮するんで結構パコパコしちゃうと。に聞こえると思いますけど、このスレショルドを0に設定すると、式位置がすごい上の方なんで、あんまりされないと。で、このコンプに関しては、僕はそのターンオンカッティング、このブラッシングの音とかで調整をすることがすごく多いです。ちょっとディレイとリバーブも切りましょうか。ちょっとこれがあると邪魔くさい。で、スレショルド、そうですね、ちょっと分かりづらいと思うんですけども、35にちょっと今回設定します。このギター本体の出力によってね、結構ここでその式位置を上下するんですけども、今回のそのストラトキャスター、結構出力が弱いので、ちょっと式位置はかなり高めに。逆にレスポールとかね、出力が高いギター、ゴンブトのギター使っていらっしゃる方は、35とかだと式位置がね、ちょっと強すぎるので、もうちょっと20とかでもいいかもしれないです。ちょっとこの辺、ご自身に設定をしてみてください。で、このレシオは、式位置に来た音量に対してどのぐらい圧縮をするかという話です。このレシオを0にすると、1にすると、まあ式位置を超えてもあんまり関係ないぜっていう感じにする。で、これを10にすると、式位置を超えてきた音量に対してボカーンって、マックスぶつけるっていう、そんな感じになります。とりあえず今回8でいきます。で、アタックっていうのは、式位置を超えてきた音量に対して圧縮を始める時間をどのぐらいにするかっていうタイムです。これもね、ミリ秒なんで7ミリ秒。だ、本当にもう 0.007 ってことですよね。むちゃくちゃ一瞬。けど、この一瞬がね、割と大事なんですよね。これアタック0にしちゃうと、圧縮されすぎちゃう。もう本当にこの式位置をパーンと飛んできた瞬間にドーンって圧縮しちゃうから、圧縮しすぎちゃうのもあるんですよね。でも、あえてこういう圧縮しすぎた音にすることもあるんですけども、まあ、基本的にアタックは10ぐらいは残しておいた方がいいと思います。そっちの方が自然に聞こえる。で、ボリュームを、まあ、設定して、今度80でいきましょう。こんな感じでしょうか。このレシオ、この圧縮する強さを上げれば上げるほど、すごい弱い力でも、結構音がはっきりと出るようになってくれますので、
ちょっとこの辺細かく設定してみてくださいませ。とりあえず私は今35、80、80でいきました。でその次2番、ここのところにですね、今回僕はこのストラトタイプのギターを使ってて、結構ノイズがひどいのでこんな感じの音、何も触ってなくてもこのジーって音がしちゃうじゃないですか。レスポールタイプのギターを使ってらっしゃればね、そんなノイズないと思うんですけども、ハムバッカーのギターはね、そのノイズが少ないのが特徴なんでノイズないと思うんですけども、ちょっと私今回ノイズが強いので、この2番のところにノイズゲートってものを入れます。ここのローパスフィルターって書いてあるところのカテゴリーの上の方にですね、違う、嘘ついた、一番左のこっちだ、このコンプレッサーのところに、あった、ノイズゲートありました、入れましょう。えい、でこれに関してもそうですね、あれなんかちょっと違うな、なんだっけ、あ、これだ、ズームノイズリダクション、こっちにしましょう。両方とも同じノイズリダクション、そのノイズ除去エフェクターではあるんですけど、こっちにしましょう今回は。で見てみると、デプス、そしてスレショルド、これまた出てきましたね、式位置。この式位置を強くすれば、かなりその式位置が高いので、まあ、結構いろんな音を、ね、遮断しまくるって感じです。だからロングトーンとかすると結構途中でもうバッサリ切られます。で逆にスレショルドを低くすると式位置がかなり低いので、弱いので、ノイズがあまりこう除去しきれないと。なんでここの設定の仕方としては、何も弾いてない状態にしてこの G って音が消えるくらい、今回の僕の場合は9ぐらいでちょうどいいみたいです。でこのディケイはまたこれ除去する強さなんですけども、これちょっと今回は無視しましょう。こんですかね、こんな感じですかね、スレショルド。OK。いい感じです、いい感じです。これで今の色が一つできたなんて感じはするんですけども、いかがだったでしょうか。まあね、説明を聞きながらねやっていただくと、あーなんか見えた気がするみたいな風になったかと思うんですけども、あとはね、いろんなエフェクトを入れてみて、とりあえずまあつまみをたくさんいじってみて、でどんな音の変化がするのかね、耳で確認してみて、このそれぞれ詳しくなっていくみたいな感じの、そんな感じの、ノリでございます。そうだな、それ最後におまけで、この6番のところにもう一個エフェクト入れておきましょう。一番右にするとですね、このズームの、お約束アプリじゃない、エフェクト、ボンバーってあります。ボンバー入れましょう。このボンバーはすごいですよ。このボタンを押すと爆発音がします。こんな感じです。ボリュームちょっと。トーンを上げるとちょっとこの派手な感じになりますね。でディケイ、長さです。ディケイを上げるともうすぐ、ミックスは音量。こんな感じになります。であとはディレイと、ディレイとプレイとリバーブを入れて、これで完成って感じですね。いかがだったでしょうか。で最終的にこれセーブしないと消えてしまうので、長押しをしてこのセーブ、これ
を選んでエンター、もしくはこのキャンセル、これらをチョイスしてこの決定ボタンを押せば300番にセーブされる感じです。で、セーブしたくないときはね、このキャンセルを押すか、もしくはなんか別のボタン、あ、そうそう、このキャンセルをペッてやると元に戻るっていう感じになります。セーブしておきましょう。よいしょ、コンプリート、完了。そうするといつでもこの300番というような感じになります。はい、いかがだったでしょうか。とりあえず今みたいな感じでまずアンプを決めてしまってから、リバーブとかディレイとか空間系入れたかったらモジュレーションとか、まあ、コーラスとか入れたりとかして、でコンプレッサーとかノイズリダクションとか必要になってきたらですね、それをこの随時入れたりとかして、音をどんどん作り込んでいくみたいな感じの、パターンでございます。で、まあ今使わなかったエフェクトいっぱいあるんですけれども、まあそこら辺は、またさっきおっしゃった、伝えたように、とりあえずまあいじってみてね、入れていじってみて、とりあえず触って、よくわかんねえなと思ったら次行って、で、あ、これ面白いなと思ったら、どんどんそれをね、好みとしてどんどん導入していくみたいな感じでやっていくといいんじゃないのかな、って感じが、します。本当はもうちょっとね、イコライザーとかに関してもですね、突っ込みたかったなと思うんですけども、とりあえずまあ、今回こんな感じにしておきましょうか。あとまあそうだな、もう一つぐらい。この歪みのエフェクト、これね、割とね、大事になってくるかと思います。ここはな、アンプの前に、ね、入れるといいんですよね、これね。ファズ。ああ、でもちょっとあれだ、メモリがいっぱいになっちゃって、これもう入れられねえって言われちゃってますね。なんだろう、これ、バイオレット。ちょっとこのレッドクランチドライブ、これ入れてみましょうか。うわ、すげえ、やべ、なんだこれ、やべ、原因下げよう、とりあえず。このアンプの前に、ちょっとこの、ボリュームをかませたものを入れておいて、まあ普通にバッキングするときはこんな感じで弾いて、でソロ弾くときに、でこれをオフにしてまた、こんな感じでソロの時に踏む歪みみたいなのですね、よく使うので、これのテクニックもちょっと覚えておくといいかもしれないですね。とりあえず今僕はこのレッドクランチドライブってものを入れて、ゲインが18、トーンが100、プレセンスが48で、ボリュームが60っていう状態で今やったみたいです。まあ、できるだけその音質を変えない状態で、まあ、音を持ち上げたいので、まあこんな感じの設定をしているんですけども、いかがだったでしょうか。はい、とりあえずそんな感じでしょうか。まあ、結構長い動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、最初に伝えた通りですね、まあ、なかなか難しいところもあると思いますし、結構腰を据えて、まあ、じっくり取りかからないと、ちょっと待てよっていうふうに理解がなかなか追いつかないところもあったりとかすると思いますけれどもね、もうこんな感じ使いこなせれば確かにこれは便利そうだなって感じはすごくしますよね。まあ最初のね1時間2時間3時間に関してはすごい苦労して時間かかるかもしれないんですけども、まあこのエフェクターで覚えた名前とかパラメータのその専門用語とか知識とか経験とかはですね、本当もうどのエフェクターを使うにしてもですね、めちゃくちゃそのまま直球で生きるので、ぜひとも最初の段階でいろいろと経験を積んでいただけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。それでは長い動画になりましたけども、以上とさせていただきましょう。今回は Zoom G2 4の使い方完全攻略でございました。いかがだったでしょうか。
何かこの辺ももう少し説明してくれみたいなご意見ご感想リクエストありましたら、ぜひコメントの方にバシバシ残していただけますと幸いでございます。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。終わりにさせていただきます。さようならの前に、私滝沢勝成、神奈川県は相模原市というところで歌いストカフェという店舗を持ってギターレッスンなどをさせていただいております。完全マンツーマンレッスンなので、こういう機材の使い方、エフェクターの使い方、ギターのプレイに関することもう何でも相談 OK って感じでございまして、まあ、私が持っている知識、もう分かっている内容、もう経験、何でももう皆様にお渡ししますよみたいな感じの、レッスンをさせていただいております。相模原に遠くて行けねえよという方もですね、オンラインレッスンとかもしてますので、一回滝沢さんにちょっと習ってみようかななんて思っていただけた方は、ぜひ概要欄の方から、公式 LINE 登録していただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。それではそんな感じで終わりにさせていただきましょう。長い動画お疲れ様でした。これからも頑張って練習してみてくださいね。さよなら、グッバイ、じゃあね。